やっぱり強引に迫るのが良くないんじゃ。場所とかシチュエーションとか思考を変えてみてはどうでしょう。少女のくせに知った風な口を聞くな。ガーン。どうしたら孔明を振り向かせられるんだろう。軍師殿を姉上に振り向かせるか。いきなり付き合ってくれってどこまで行くんだよ。そのうちわかる。ほんと愛想ねえよなこいつ。なあ、あんたたちって本当のお姉妹なのか。血のつながりはない。いわゆる義兄弟というやつだ。私と張飛は互いに親兄弟のいない天涯孤独の身でな。まあ聞いたらまずい話だったかな。姉上は野良犬みたいな私たちを迎え入れてくれて妹と呼んでくれた。だから姉上は私の主君であり命の恩人であり大切な家族だ。へえ、そんな顔もできるんだ。目的地に着いたぞ。あ？カンさん、ここは？知らんのか？いわゆるラブホテルというところだ。私も入ったことはないが、そこで私だ。たまには違う女を抱くことで、料理に例えるなら三つ星シェフが腕を振るった最高級のフルコースにも勝るであろう。姉上の魅力を再認して。軍師殿はテレ屋さんだな。やだ、話せ。はあ、平和だ。今日は劉備も関羽も出かけてていないらしいからな。えなんだ張飛か、驚かすなよ。ごめんなさい、お姉ちゃんたちから軍師様のお世話をするように言いつかったもので。お世話っていいよ別に。その軍師様、お姉ちゃんたちと毎晩お疲れみたいですし、だから今日一日は全て私に任せてくつろいでくださいね。いい子だ。それなら軍師様なんて固い呼び方やめてくれよ。それと敬語も禁止。俺たちもう家族みたいなもんだろ。ありがとう、ごめんお兄ちゃん。はう。お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん。はい。お湯加減どうかな。ちょうどいいよ。それじゃあ私も入ろうかな。え、なんですか。背中流してあげるね。いいって、子供じゃないんだから。ほら早くここに座ってお兄ちゃん。